ダイアグリッピナ像ダイアグリッピナは、ローマ帝国、ユリウス・クラウデウス朝の皇族。正式な名前は、ユリア・ウィプサニア・アグリッピーナ。父は、マルクス・ウィプサニウス・アグリッパ。母は、初代皇帝、アウグストゥスの娘ダイユリア。アウグストゥスの孫にあたる。後に、テベリウスの弟の子、ゲルマニクスの妻となる。 彼女の子供はと多産に恵まれたが、どの子も不遇の最後を迎えている。また、同名の娘の昭和グリッピナと区別して、ダイアグリッピナと呼ばれる。幼年の頃はよくわかってはいない。彼女の存在が際立つようになってくるのは、ゲルマニクスの妻としてである。当時、夫ゲルマニクスは非常に軍団内で人気が高く、彼は妻と同伴でゲルマニアに赴いていた。 当時の習慣では司令官が妻と同伴で前線に止まることは珍しく、また夫の圧倒的な人気も手伝って彼女は軍団兵士から敬意を払われていた。また、ガリアで彼女は二人の子を産む。カズトは、後のローマ皇帝になるカリグラ、もう一人は皇帝、ネロの母親になる昭和グリッピナである。西暦19年、夫と同伴でローマ両シリアに赴く。このことを、 ティベリウスは喜ばなかったという。そして、現地の総督グナイウスカルプルニースピソと夫が激しく口論してしまい、直後に夫ゲルマニクスが没死してしまう。ゲルマニクスの死因の謎については、当時から毒殺との噂が広まっており、黒幕は皇帝ティベリウスだとも言われている。アグリッピーナはローマに戻ると夫の殺害容疑でピソを激しく追及。 一族の汚名を避けるためピソは自殺してしまう。彼女はローマに泊まり、やがてティベリウス帝の腹讐の聖アノスに対抗する求心力となっていく。彼女は夫殺しの長本人はティベリウスだと信じており、必然ティベリウスとの関係は険悪なものになってきた。また彼女はティベリウスの実母、リウやドルシルッタに嫌われており、 このことが彼女のティベリウスに対する憎悪を加速させた。さらに彼女は自分の野心は息子をローマ皇帝にして自分はその母親になることだと公に宣言しており、ティベリウスは彼女が他の男と再婚するのを許さなかった。西暦29年に彼女は逮捕され、母親ダイユリアが流刑となったパンダテリア島に流刑となる。罪状は国家反逆罪。翌年、 流刑に処せられた、西暦三33年流刑地にて死去した。ありがとうございます。